人道支援というのと、アメリカが未だに国連でも要求しているのが一時ポーズなんですよ。で、一時ポーズっていうのはどんなにおかしいことかって一言で言うと、要は一時期だけ、例えば1日だけ援助が入るように、1日だけイスラエルちょっと止まってて、待ってて、ハマスもロケット飛ばさないで、その代わり1日だけ食料品と医療品通します。その1日が通ったらもうどんどんイスラエルまた空爆して、どうぞ私たちはそれは自己防衛と見ているからっていう意味なんで、ありえない話なんです。それっておかしいことなんですよ。だから日本とか他の国々が頼んでるのは人道的なシースファイア、もう完全にこれは戦争を一回止めて、今困ってる人たちに対しての援助とかが通るようにするっていうのがまともな外交だと思うんですけど、それがまだ G7 ではできてないとこなんですよね。オペードスタートです。